こんにちは、トーマーです。今回は覚醒吹雪2発撃ちやっていきたいなと思います。やる内容としてはまずワイマネー稼ぎ、あとはスコアタですね。スコアタの方もね、2発撃ち本気出せば2億ぐらいはねいけると思うんで、まあ、最後にそちらの方もやりたいなと思います。じゃあやっていきましょう。まずワイマネー稼ぎですね。パーティーはこれがベストなんですけど、まあ、ただこれドグシャッコーもいるしモグゾーもいるんで持ってないよという人も多いと思うんで、まあ、このパーティーもやりますけど、それを抜いたパーティー、こちらですね、コマジロー S とあとホテイソン入れてます。このパーティーでもワイマネー稼ぎやっていきたいなと思います。じゃあやっていきましょう。でステージの方はプリチーなんで薄ら影がいいですね。ここかな、37、ここでやっていきます。で基本的にはやり方キラコマと一緒なんですけど、まあ、個人的にはちょっとキラコマより難しいかなっていう気はします。覚醒吹雪がやっぱり3方向に出る必殺技なんで、下に溜めたデカプニがね消えてしまうっていうことが多々あるんで、まあスコアタだとありかなとは思うんですけど、ワイマネー稼ぎでねずっとこのやり方でやるっていうのは、まあ、ミスも出ると思うんでちょっとストレスが溜まるとは思うんですけど、まあでもそれなりにマネーも稼げるんで、まあ、強いかなとは思います。 OK、 これでなるべく真下に行きたいな。ちょっとデカプニ多いな。まあいいか、14、まあいいでしょう。で今回ドグシャックを入ってるんで、先に覚醒吹雪の技を打っていきます。で途中でドグシャックを打つっていうやつですね。まあこの辺で打って、ほらちょっと曲がってきてるんだよね、もう下のプニが。まあギリギリセーフか。まあこんな感じですね。おい、いけ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 、うーん、50万弱ですね、ダメージ的には。スコアが2600万。これで Y マネーが3316ということで、まあ、Y マネーはね割と大量に稼ぐことができます。まあ、2発打ちちょっと難しいんですけどね、1回の Y マネーはそこそこいい感じです。はい、ってことでじゃあ次ね、さっき言ってたホテイソンとコマジロー S 入れたやつでやっていきます。 14OK でドグシャッコいないんで、今回は先に全部必殺技打っていきます。まあ、多少は下がっちゃうかな、さすがに。いきましょう。OK、 右上から下に向かって OK です。42万5000、さっきより5万ぐらい下がったかな。スコア的には2300万なんで、ちょっと下がってますね、やっぱり。3100、まあこれでも 3000Y は稼げるんでね、まあキラコマ持ってる人はもちろんキラコマでやった方が稼げるんでそれでいいんですけど、もし持ってない人とかね、ちょっと覚醒吹雪で遊んでみたいという人は試してみてください。はい、ってことで次ね、2発打ちではないんですけど、まあ、そもそも覚醒吹雪の必殺技がね、今は右上ぐらいからこう下に向かってやってたんですけど、下からやるのとどっちがいいんですかっていう質問をね、いただいたんで、それを検証したいと思います。OK、 しっかり技を貯めて、まず右上からやっていきます。でその次に下でやってみます。多分そんな変わんない気はするけどな。いこう。まああと一発打ちでどんぐらい稼げるかもね、ついでに見ていきます。これで36万ぐらいか。はい、スコアが2000万ぐらいですね。 Y マネーが2829ということで、次は下から消してみます。はい、ってことで次下からやっていきたいと思います。下からってやったことないけど、こんな感じかな。あ、でも結構消えるね、これも。33万34万ぐらいですね、ダメージが。
1850、さっき1990だったんでちょっと下がったな。でもほとんど一緒ですかね、2710。まあコンボとかによってもね若干変わるんでほぼ変わらないです。ただ2発打ちするときはね絶対上からやんないといけないんで、右上から下に向かってね消すっていうのに慣れていけばいいのかなと思います。はい、ってことで覚醒吹雪のワイマネー稼ぎやっていきましたけど、まあ1発打ちも2発打ちもねそれなりにワイマネー稼げます。3発打ちもねうまくいけばできるらしいんですけど、まあ、そんなに2発打ちとワイマネーも変わらないし、単純にちょっと現実的ではないんで、まあ1発打ちか2発打ちどっちかでやるのがいいかなと思います。まあ簡単に言っちゃうとちょっとキラコマの弱い版みたいな感じなんですけどね、キラコマ持ってないという方はぜひマネー稼ぎで使ってみてください。はい、ってことでじゃあ最後ねスコアタやっていきたいと思います。2発打ちでやっていくんで、2フィーバーで4回打つやつで多分2億いけると思うんですけど、やっていきたいと思います。ただ難易度的にはね結構高いと思います。スコアアップがいないからちゃんと攻撃力アップ4体全部貯めないといけないんで、なので普通にやってたらフィーバー入っちゃうと思うんで、ちゃんとデカプニを作ってねボーナス玉をできる限り出していった方がいいかなと思います。多分普通にねボーナス玉出さなかったら普通にフィーバー入って、あーこいつ溜まってないみたいな感じになっちゃうと思うんで、ピンクピンクピンクと吹雪、オッケー、プラチナ不足、オッケーで下に溜めていって、オッケー、こんな感じかな。12か、まあ1個つないでいきましょう。ただちょっと位置が悪いね、位置が左寄り、これ消えちゃうかな。この辺がちょっとキラコマと比べると難しいかなと思います。あー危ない危ない、おお耐えた耐えた耐えたけど耐えたけど、ちゃんとねやっぱり打てた方がスコアは若干伸びるとは思うんですけど、まあいいでしょう。これで結構いくかな。これを2回やるんで、いくつだったっけな、5000。あでも確か3フィーバー3発打ちで5400万ぐらいだったんで、これをもう1回やれば結構いくんじゃない。6000万7000万はいける。7000万いったら相当いくな。あー吹雪吹雪吹雪、あー止まんない、オッケー。であとは下に溜めていく、あもう安全でいきます、安全で0秒までいって、オッケー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 、いけんじゃないいけんじゃない。これであとはつないで13、12、大好きかよ。これで3秒ですよ。まあ、ただ覚醒吹雪キラコマより多分必殺技の時間短いんで、まあ、3秒はキラコマでもいけるんで大丈夫でしょう。あーちょっと曲がる、おーまあ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 いいでしょう。ここで1個つないで、よし最後いこう、結構いくんじゃないこれ。さあおお6級ほぼ7000万、2億、やっぱいったわ、予定通りだった。いきますね、2フィーバーで4回打てば、まあ、編成難易度めっちゃ高いですけどね、スコアタは結構いいんじゃないこれ。84位、いやーいけましたね。でもやっぱり3フィーバーで3回打つよりね、キラコマと同じように2フィーバーで4回打った方がスコアは伸びるといった感じでした。前回確か3フィーバーで3回打って1億6000万ぐらいだったと思うんでね、まあ、スコアタの方はねちょっとベストパーティーは編成難易度めっちゃ高いですけど、自分が今やってるパーティーでね覚醒吹雪でハイスコア出したいという人は2フィーバーで4回打つのもねかなり難しいですけどね、もしね挑戦してみたいという人はぜひ試してみてください。はい、ってことで本日は以上になります。よろしければチャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあ